学生時代のウラジミール・コロトケビチ、ウラジミール・コロトケビチは、ベラルーシのロマン派作家。1930年に、ベラルーシのビーツェプスク州、ボルシャで生まれる。1954年、キエフ大学文献学部を卒業し、はじめに、ウクライナのキエフ州にある村の学校に赴任し、その後、自身の故郷であるボルシャの学校で教鞭を取った。後に、 モスクワで上級文学と映画撮影技法の過程を終了した。この頃から文学を自身の本業とするようになった。最初に発表した作品は市で1951年に出版された。それを追うように3つの陰文集が出版された。その後、彼の作品は3文に変わり、それ以後、カジニア、フォーカとジェフナ、 Z バイオクルマイニューリークなどと題した作品集の中で多数の短編を発表した。また、小説ネル、ヘクタールザビク及びコーニゾマクエーエルサンスキーも執筆した。おそらくコロトケビチの作品の中で最も人気があるのは小説ドシカヘパリアンカラリアスタチャであろう。彼の小説は主に 1863年から1865年までの間に起きた1月放棄を含むベラルーシの歴史上の過去を扱っている。その他、数々の儀曲、追筆、記事、短編映画及び長編特作映画の脚本、そしていくつかの大変興味深い探偵小説及び冒険小説も書いている。コロトケビチの文学作品は、ロマン主義、豊かな比喩的表現、 および、主張主義に特徴づけられる。複数の国の文学賞を受賞したコロトケビチは、ベラリューシ文学において、歴史上のテーマのさらなる発展に強い影響を与えている。ありがとうございます。